それじゃあ第2試合開始したいと思います。北海道出身日本橋サイファー、日本橋サイファー、これは13不動というんですかね、13不動所属26歳、あなたにとってインとはラーメンでいうと蒙古タンメンですね。ライムバーサーカーゴンザレスシモーノ。さあゴンさん、さあゴンさんと対戦するのは京都出身 WBTC ゼロ・グラビティ所属31歳、あなたにとってイントは元カノ、静寂に落とす一滴のイン、ソウウさあまずは戦っていただくビートを聞いてみましょう。 DJ デジタル忍者の話、戦っていただくビートを聞かせてください。それでは先攻後攻を決めるじゃんけんをお願いします。最初はグー、じゃんけんほい、後攻で OK、 先攻総運、後攻バチスタ、はっはっ、失礼しました、先攻総運、後攻ゴンザレスシモノ、8小節3本勝負、 DJ デジタル忍者ナシカンマスイ、釘を刺しに来た戦後クライマーズハイ、イントは確かにヒップホップの重要なファクター、だがそのまでの言葉の落差がそこから生み出すはずさ、上がっていくのは俺の方、ゴンザレスシモノ、所詮色物、俺は MC 指令読みのほど、完全に俺が色物だけど陰を踏ませりゃ俺は異常者、読めない人の心だけど俺は昨日走行でしっかりとライをぶち殺してやるから、ファクター、落差、捕まえるサブマリンキャッチャー、燃やし尽くすファイヤーサラマンダー、俺は選ばれてるさながらあやたか、まだやってやるってさ、サムライジャパン、陰を踏まないパンチラインを見せよう、所詮色物、見てみろ服を、You don't say、 わかる、お前が一刀両断させろ、俺は都の一刀流、振動中 Feel so good、 頭の中が最高、いや違うサイコパスのよう、切り裂くぐちゃぐちゃアイスピック刺す、 Yo 一刀流、俺もヒップホップライムのメタボリックシンドロームで決めてくってんだ、 Yo 俺のやり方聞く一文字、顔面にぶつける今日の昼飯がびっくりドンキ、一刀両断、いやお前のことを一刀両断する一寸法師で決めてくってんだ、 Yo所詮敗退なんてしないで、左ストレートコンソメパンチってんだ、いかにも大阪の MC、 見てみろ京都の王様の決意、全部背負ってる今日は背中じゃなく額にダボ BTC、 これはライムの美意識、青い日々はいつまでだって続くぜ、つまり青春ケースバイケース、頭の回転数、俺はハイセンス、俺もやり方ケースバイケース、悪魔の子ってメフィスとフェレス、シャチなキス、俺は激減に触れる、ちょっと考えるやセーフティーフレーズ、 Yo これが俺のやり方、日本バスサイファー上げるために俺はここに来たぜ、俺が戦国に異世界転生、俺がゴンザレス日本バスレベル、終了。さあそれでは判定に入りたいと思います。先攻ソウ、後攻ゴンザレスシモノ、勝者ソウ。ゴンさん、よかったら一言。あ、いいですか。すいません。ありがとうございます。日本橋で、サイファーやってまして、2年間ぐらいやってるんですけども、最近60人ぐらい集まってて、来年、1月27日、日本橋ウォーズっていう、俺みたいなオタクでもラップでバトルしようよっていうイベント開くんで、もしよろしかったら来てください。すいません。ありがとうございます。
ゴンザレス下野に今一度盛大な拍手を。はい、じゃあ続いてのインタビューはアディック、お願いします。中村です。まあ今日対戦相手が無欲くんかインマンということで、はい、まあ、どっちに当たってもね結構厳しいですね、うん、どんななんか支度というかあるっすか。なんかいやそうですね、やっぱり、まあ、向こうの方がヘッズも多いと思うし、まあ、期待されてると思うんですけど、まあ、それを、まあ、覆せたらいいなっていう感じで、まあ、いっちゃん多分ダリアネ枠なんで、まあ、そこを覆して全員一気に味方につけるつけようかなっていう感じですね。この12月31日をライブ収めするんですけど、今年なんか目立ったその自分の中でイケてたなみたいな行動とか、なんか試合とか、なんか心に残る試合とかあるっすか。あ、まあエンターって結構いろいろ当たったりしてるんですけど、まあそうですね、まあ、誰倒したとかあんまり言いたくないんですけど、うん、まあ、結構そこら辺でいろいろ倒してるんです、うん、じゃあもう経験積んでその今年の総決算をぶつけて、まあ、シードって結構難しいよね。結構いや難しいですね。なんかその1試合目でさ、はい、結構みんなお客さんのガッと掴んで、そっからやからもうなんか、そうなんですね、勝ち上がった人と当たるんでやっぱりそう難しいとこはあるんですけど、まあ、そこをまあ何とかして自分のスキルで覆そうかなっていう感じですね。結構アディックのシードも結構まあベテランの人からもう、まあ、まあライマーズハイっていうぐらいやからほんまにもうみんなインフムンキやけど、レジェンドからもういろいろ出てるんで、そうっすね、まあ楽な試合はないと思うんですけど、ないですね。そうですね。気持ちで負けないっていうのは多分、はい、何歳ですかちなみに。あ、今19です、ね。19歳。あ、ムヨク君と一緒で。あ、一緒です、ムヨク君。はい。なるほど。そうですね。じゃあテレビじゃない、このカメラの向かうのヘッズたちに、はい、じゃあちょっと意気込みを、はい、ちょっと噛んでもごめんごめん、はい、意気込みお願いします。絶対俺がもうほんまぶち上げるんで、いっちゃん見といてください。お疲れピーヤ。お疲れピーヤ。アディックインドベルデイエー。関東から来ましたバチスタでございます。よろしくします。正社員君にブルドーザーって呼ばれてるの。そうですね。なんでの。体型です。体型でっぽいよな。そうっすかね。なんかトランスフォーマーみたいな感じになるんやろ。そうっす。ちょっと困んな、困んな。いや、トランスフォーマー関西やから。関西の分からない、もうウィンカでウィーンみたいな。そうハリケンジョー的な。今日どうよ。いやちょっとそうですね、関東勢が少ないんで。やろ、はい、飲まれへんようにせないと。はい、頑張ります。え、相手誰やっけ。俺はシードなんですけど、ゴンザレス・シモノさんとソウくんの。そうですね、まあ、ゴンザレス・シモノはさっきガチガチ緊張してたから、もしかしたらゴンザレスが勝つかもな。なるほど、それがいい裏目に出ないですか。そうやね、そうやね。あいつ多分そういうやつやから、あんま知らんけど、うん、どうやった今年は。いやでも、いろんなイベントに出させてもらってたんですね。なんかサムとバイブしてたやつな。割と、あれはちょっと滑っちゃったんですけど。ほんま、はい、言い込んでる。いやいや、もうリリック飛ばしてって。いやいやいや、俺調べでもあるよ。いやいやまあまあ、飛んでもフリースタイルできるから。いやそうですね、メンタルが強かったらできるんですけど。そうですね、ブルノーガやのに。そうですね、体だけでかい。痩せこうぜ、おい。テクノボス。なあ、じゃあ今日の気合を一言。年末、いい思いして東京に帰るぜ。神奈川に帰るぜ。いえ、よろしくお願いします。いえ、バチスタ、よろしくし。梅っさい。いま す, す。さあ、今日、今年最後ですけど。バトルのインタビューですか。すいません。いや、ライブです。ライブとバトル。ああ、なるほど、なるほど。そうなんです。バトル出るっすか。バトル出ないです。出ましょう。出ます。今日何人でライブするんですか。7人ぐらいですね。7人ぐらい。ガガはガガはいます。います。今日なんとガガティ来てるヘッズいます。あ、マジですか。ありがとうございます。しかも寒いのにパーカー脱いで背中見せてくるっていう。ガガティはちなみにどこで。梅田サイファーのベースで購入。ベースで購入できる。購入できます。いくらで。なんぼかな、ちょっと調べてもらえば。ガガティの値段マジ気になるから。いや、バトル、はい、一言、意気込みを、はい、去年も年末、この戦国のイベント優勝させてもらったんですけど。そうや、俺負けたもん。初めてシンマさんに勝ってね。そうや。今年も頑張りたいと思います。頑張ります。来年もよろしくし。皆サイファー。